Welcome to Kyoto. Welcome to 夢屋八幡 TV。 今日は京都の清志工人さんに来ております。法務局に用事がありましたので、法人口の法務局に用事がありましたので、清志工人さんにお参り、いつものお参りです。日本最初と刻まれております、天台宗のお寺ですね。正式には五条院、弘仁天皇の王子が建立とのことです。中に入ります。毎月28日ごま炊きです。まずはお参りします。三宝光仁さんです。光仁さんのご栄華です。荒神に朝夕備えし灯し火の功徳受けし三つの御宝、いいご栄華ですね。真言が掲げられておりますが、真言宗でなく天台宗のお寺です。大正起点がお祭りされております。またご説明しますが、商店さんのあるお寺にはヤタガラスが潜んでることが多いですね。またヤタガラスについてはご説明ご解説させていただきたいと思います。不動明王です。純帝観世音ですね。で、七福神さん、延命地蔵さんとなります。一番興味深いのは119代天皇の光覚天皇の供養塔ですね、があります。光覚天皇というのは宮初代です。今の天皇家も寛因の宮になります。元織宣長が制定したのですけれども、落合獅子によりましたら奥州天皇家から出戻りされたようです。身長は180センチあるような大きな方だったようです。まあ八田ガラスに聞いてますので大体間違いないと思います。
三宝工事さんを出ましたら向かいが大木高校となります。大木高校は芸能人がたくさん輩出されとしております。沢田研二さん、森光子さん、田宮二郎さん、鴨さくらさん、山本富士子さんなどがおられるそうです。政財界学会にも多くおられるようで、また三宅の方もおられるようです。昭和陛下の皇后長子皇淳皇后の妹さんもこちらの出身だそうです。はい、向かいが京都御所になります。また京都御所は改めてロケをしたいと思います。最初に申しましたように、今の御所と平安京ができた頃の御所は大極殿は全く違います。この辺には道、菅原の道ながが建てた北条寺というお寺があったようです。大きなお寺だったようですね。宇治の平等院のようなお寺だったようです。こちらが京都御所で、京都御所ですね。はい、これが 寺町通りになります。これを南に行きますと同志社英学校、同志社大学を創設しました新島城さんの邸宅があったり、北に参りましたら露山寺と申しまして、紫式部が源氏物語を執筆したような執筆したと言われる場所があります。また改めてロケしたいと思います。こちらが工事口通りになります。それでは本日のロケはここまでです。